無限学園改訂版。セーラームーン月のうさぎ役の黒木まりなです。星野慎太郎です。ダマスク役雪村よしやです。はい、これは、本読み、本読みですね。そうです、この日に初めて台本を見るんですね。台本を見るんですよ。どういう気持ちですか、まりなちゃん。緊張で、あの必ず1時間前には入りますね。1時間前っていうねはい、1時間前。そうですね、挨拶してますよ、まりなちゃん。さすが座長らしい、ピーンと張り詰めた空気ですよね。はい、まあ、役者としてもそうなんですが、まあ、表紙のということで、名前は言えないんですけど、私あの誰かと同じように気が長いものではありません。え、誰ですかこれは。はい、この名前は言えないんですけどっていう、あのテロップまで出していただいてますけども、はい、あのここではあんまり言えない、後で多分出てくるんじゃないでしょうか。じゃあそれまでのお楽しみということで、はい、歌ってますね。歌はね、歌は前もって練習してるんで、はい、なんで本読みの時も歌うと。はい、うん、はい、ここはですね、はい、僕らがいつも稽古で使わせていただいてます、大泉の東映撮影所。はい、みんな稽古してますね。はい、立ち稽古です。やっぱり稽古着だとなんかまた違う感じで雰囲気違いますね。違いますね、全然。ね、マリナ、一つ提案があるんだけど、はい、今度からの公演でね、一日ぐらいは衣装着ないで稽古着でやるっていうのはどうでしょうか役とか全然わかんないんですけど大丈夫ですかね。大丈夫でしょうセーラームーン月のうさぎ役の黒木まりなです。わーい今回は、夏公演の改訂版ということで、すごいちょっと変わった部分もあるので皆さん楽しみにしていてください。そして今稽古真っ最中というかもうすぐで終わるんですけど、通し稽古とかやって、いろいろ大変なんですけど、本番では皆様に素敵な舞台、素敵な、演技を見せられたらいいなと思っています。セーラーマーキュリー水波役の若山奈美です。今ちょっと踊ってきてすごい汗かいてるんですけど、今度の冬公演は、内部精神もすごいマーズが変わってすごい冬公演と皆さん楽しみにしてると思うんですけど、夏公演にやったジュピター、マーキュリー、ヴィーナス、これもちょっと注目して見てみてもらったらすごい嬉しいなと思います。ますます頑張っていただきたい。川崎愛子ちゃん。はい、川崎愛子の川崎はひらがなです、皆さん覚えておいてください、はい、どん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 本番が近づいてきて今一番大変な時期なんですけども、あの私は私なりに精一杯頑張っている途中です。お客様とかにまだ見ていただいている時とかもきっとあのなんだろう、危なっかしいなとか思われちゃう時もあると思うんですけど、私は私なりに精一杯頑張りたいと思いますので、あのどうか応援よろしくお願いします。セーラーヴィーナス。あ、出ましたよ、水木ぶっ飛び美少女何でしたっけ。もう早速質問忘れてますね。意気込みですね。今回はシリアスの部分とこう元気のいい美奈子ちゃんとか全然違くて、使い分けが結構大変ですね。あと前の舞台、あ、夏公演とちょっと役の役どころっていうか立場が全然違う、全然でもないんですけど違うんで、大変ですね。そこが私この人と一日いたらツッコミ疲れると思います。まいちゃん、もう堂々たるもうジュピターですよこの人は。本当に、2回目の舞台、そうですね、夏公演はもう何もかもが落ち着いてなくて、全て慌ててやってたんですけど、今回の冬公演は歌も、お芝居もダンスも、一つ一つを、じっくりと考えながら、いいね、ジュピターになれればいいなと、かっこいいジュピターになれればいいなと思います。頑張ります。セーラープルート目を出てきましたね、お母さん、うん、ママだ。あの裏ネプ変わりまして最年長になりましたけれども、みんなでですねこう新しい新生外部を作っていきたいと思っています。前の2人とどう違うのか、3人の関係はどういう風に違うのかっていうのも、意識してちょっとやってますんで、そんなところも見ていただけたら嬉しいです。新生ラ
はい、あさこちゃん、ぶっ飛び美少女外部編って感じですね。この人はっていう感じなんですけれども、今日もこのスペースソードがですね、こう怪我をしてしまってすごく悲しいんですけれども、それを乗り越えて悪役さんたちと戦い、弱い自分と戦って本番に向けて頑張りたいと思います。よろしく。新セーラーネプチューンになりました。あ、稲美ちゃん、稲美ちゃん、まあ笑わさないでよ。夏公演ではミストレスナインとして、悪役をやりましたが、今回は選手としてムーンを守るために戦います。なんか変なのが後ろいますね。あれ何ですか。あれ、あ、もう一人、そんなに出たいんでしょうかね。ですかね。あんなに舞台で出てるのにですね。本当に悪役から選手への、その変身した姿を見ていただければ嬉しいです。あれ、後ろは、うちの妹は口が聞けないんでしょうか。イヒイヒって終わりましたね。あ、ルーちゃん。そうですね、夏には、大先輩が卒業して、そして新メンバーが入ってきて、結構ちょっとなんですけど先輩になったんで、冬では夏の公演よりちょっと大人っぽい、神秘的で、そしてちょっと前はチャカチャカしてたんですけど、ちょっとそういうところに気をつけて頑張っていきたいと思います。夏公演と違った、セーラーサタントモヤホタルを楽しみにしていてください。よろしくお願いします。セーラーチビ、もう今ヒョウ柄を着せたらこのね、マオニーの右に出るものは子供ではいませんよ。はい、テーマ曲はすごい迫力があって、すごいロックンがすごいので、私もそのロックに負けないように声を出して元気なチビムーンとチビウサを演じたいです。よろしくお願いします。タキシド仮面様、ここで出れるじゃないですかね。あ、そうですよね。初めての本公演になるわけで、とても緊張していますが、楽しんでやりたいと思いますので、頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。おっと、愛ちゃん、はい、頑張って歌ってますね。ます。しつこいようですが、川崎愛子の川崎はひらがなです。今の声は？今の声。あ先ほど話題になった方ですね。はい、私も本読みで、あの、誰とは言いませんがって言ってましたよね。はい、その誰です。はい、ここでわかりました。はい、ここでもまた練習してますね。練習の虫ですね。虫ですか、はい、本当に頑張って本当に努力家ですね。でも愛子と朝子と優は本当絞られたもんね、はい、今回。あ、出ました噂の朝子ちゃん、はい、あ、そう、稲美ちゃんも、稲美ちゃんも、あ、これはプーがちゃんとなんかまとめてるところですか。そうですね、外部を。プーはなんと一番あのやってるっていうか大先輩になって、そうですね、やっぱりこうやって3人を、あ、2人をですね、うん、集めてるんですね。いつもね、暇さえあれば2人呼んで一緒に合わせてね、うん、いつもなんか考えていろいろあの外部のことを、うん、そうそう。あ、これはこれは何、これは、これはですね、なんかセリフでわからないあの気持ちとか、うん、聞いたりとか教え合ったりとかしてるところです。なるほど。いつもね、はい、2人は一緒に座ってるよね。いつもこうやって2人で座ってるんですよ。いいと思いますね、すごく切磋琢磨して。本当ですか、うん、はい、稽古終了いたしました。しましたね。ダブルボブサップ、はい、大丈夫、大丈夫。似てないもん。終わるとね、終わるとこうやってこうふざけ合ったりとか、そうそう、本当に学校と一緒だよね。そうですね、本当に楽しいです。はい、大丈夫ですよ。これはうちの飼ってる犬です。名前はバーディーちゃん。バーディーちゃん、親バカ、親バカ、親、親じゃないかな。はい、うちの犬です。アザラシみたいな子です。イエイ。はい、この勝負引き分け。よし、はい、よかった。あ、これは、ね、また真剣なシーンに戻りましたね。こうやってね、素敵な仲間、うん、
本当に仲間って大事だけど、この仲間で作り上げていくわけです。おっ、あ、これは初日ですね。初日です。あ、お年玉抽選会。あ、お年玉抽選会、これは初日限定なんですよね。初日だけだったんだ。はい、だけでした。いろんなあのセーラームーングッズを差し上げるという抽選会で、いろんなサインとか、あの選手のサインとかが書いてあったりとかして、本当プレミア付きでした。そうだよね。私も欲しかったです。俺も欲しいな。すごい欲しい、うん、欲しいな欲しいな。マリナ叫ぶの図ですね今日初日を迎え、あと13日間ぐらいあるんですけれども、千秋楽まで無事に成功できる。マリナ初日はどんな気持ちなんですかね。初日はですね、やっぱり緊張もあったんですけど、もう嬉しくて楽しみな気持ちでいっぱいでした。はい、これはこれはやってましたね、セーラームーンワールド2003 in サンシャイン。あ、そうですね。あ、これは氷川神社。うん、なんかこんな風になってたんですね。あ、マリナも行かなかった。行きたかったんですけど。行けなかったね。行けなかった。忙しくてね。あ、いいな。行けばよかった。私も今後悔です。あ、なりきり写真館すごいですよ、この行列。あ、すごい。なんか90分とかすごいですね。わ、すごい、ちゃんとしてますね。あららら、わ、かわいい。これ衣装着せてくれて写真を撮れるって。こうやってポーズもちゃんとして。俺も着たかったな。あ、いいですね。なんて、千秋楽。千秋楽、ウェディングドレスを幕開けでこうやって歌わせていただいて、やっぱり千秋楽は、なんかまだまだなんか先に次の日もある感じで。ああ、これで終わりだとは思えない。思えなかったですね。なるほどね。あ、これは雪村さんのアドリブですね。出ましたね。出ました。はい、ユウはいいコケっぷり。そう、これ4の字かけようとしたらね、思いのほかユウの足が長すぎてね、はい、絡まっちゃって僕の方が痛かったあにゃ、このシーンはね、マリナとも真央も楽しんでね。はい、あら、最終日にやられました。最後にやっちゃいましたね、ゆうくんは面白い、はい、これはね、今回マリナがね、あんまりアドリブ入れるとこないと思ってもう一緒に歌っちゃえと思って。もうありがとうございました、はい、これはどう、誰が用意したんですか。これ私、この当日の昼間ですね、はい、100円均一行って買ってきました。あ、自前ですね。自前です。はい、すごい。私これ本当歌えてよかったんです、ね、よかったです。言ったら喜んでくれてたもんね。もう嬉しかったです、ね、この後そう迷っているのはあなたにだけよこれいつか言ってやろうと思ってね。声も受けてましたよ、会場。あのマイクはね、終わった後マリナちゃんにあげました。はい、今飾ってありますありがとうございます。これはカーテンコールで、千秋楽も終わりに近づく頃ですね。そうですね。それぞれの思いを持ってね。そうですね、うん、すごい綺麗ですね。綺麗ですね、正面から見ると。はい、本当にありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいでした、ね、もうありがとう以上の言葉はないのかっていうぐらい。本当にいつかこの時が振り返り、そして再び一つではない未来へと向かっていけるように、皆様の熱い心からの応援よろしくお願いします。はい、いいんです。もう挨拶でこれをやってくれないとマリナじゃやりません。はい、そう言ってもらえる、はい、すんなり言う子はマリナじゃないですあ、幕閉まっちゃいますよ。このどんちょう閉まる時、千秋楽のどんちょう閉まる時の気持ちはマリナ、もう閉まんないでっていう一言につきました。本当そうだよね、はい、でもこれの、はい、ダブルカーテンコール、チャグチャです。マリナわけもなく跳ねてますすごい、なんかもう嬉しくて。いやですね、なんかね、有名人の後ろにいるテレビ出たい人みたいな感じになってますけど、本当に嬉しかったですね。お、ウィチーズ頑張りました。みんな頑張りました、うん、ありがとうございました。はい、今回も
やっぱり大変稽古とかいろいろ大変なことあったんですけど、やっぱりみんなで協力してみんな頑張ったのでこうやって大成功で終わったんだと思います、はい、これも、ファンの皆様のお強い応援のおかげです。本当にありがとうございま